前回のレッスンではスカルプト環境でジオメトリを作成および変更する方法について説明しました。このレッスンではインポートした要素をスカルプト環境で変換し、別のインポートした要素をデザインを作成するためのベースとして使用しながら編集する方法について説明します。今回はスカルプト環境のソリッドジオメトリとメッシュジオメトリの両方を利用してカスタムフィッティングイヤホンを作成します。 このレッスンでは、ジオメトリをスカルプト環境に変換して、スカルプト環境でデザインを作成するためのベースとして使用する方法について説明します。まず、STL ファイルを Fusion 360にインポートしました。イヤホンを設計するための人の耳のメッシュ構造です。タイムラインを保存していないときや、インポートされたジオメトリを開いたときに表示されるメッシュ環境で、 メメッシュジオメトト、リをインポート編集、修修正、修復すす。る機能がありますこれらはすでにデザインが完了した形状やこれから変更する形状です。今回紹介するのはスカルプト環境で変換とプロを併用することです。Fusion360 の変換を使用するとサーフェス、ソリッド、STL データのようなメッシュ状のデータを T スプライン要素に変換できます。 このワークフローで焦点を当てたいのは、スカルプト環境の変換ツールをフルツールで使用することです。Fusion 360の変換ツールを使用すると、サーフェス、ソリッド、またはメッシュのジオメトリを t ースプライン面に変換できます。ユーティリティの変換を選択します。変換モードを b レップ面から t ースプラインに設定し、変換後の分割面の数を定義します。 スカルプトコマンドが使用できる T スプラインボディに変換できました。次に修正のプルツールを使用します。プルを使用するとスプライン面の頂点をフェースやサーフェスにスナップさせることができます。 制御点または頂点を複雑なサーフェスジオメトリに合わせる必要がある場合、またはカスタマイズやヒューマンファクターのために設計する場合では、プルツールは最適なソリューションです。T スプラインの頂点を選択することによって、プルツールは頂点を最も近いボディに移動します。耳の内側にはかなりの曲率変化があります。今回は、 耳の内側に合わせやすくするために、エッジを挿入を使用します。エッジを挿入を使用することによって、耳の内側のメッシュジオメトリに密接にフィットするティースプライン面が作成できました。次は、デザインをより洗練したものにしていきましょう。 そのためにフォームを編集を使用しイヤホンの内側の端を平らにするために以前のレッスンで説明したスケールゼロのテクニックを使用します次は心理的または製造的な観点から形状をさらに変更します ゼロスケールを使用してイヤホンの内側の端を平らにします。ピボットを設定するとフォームを編集で移動または拡大縮小するときに保持する要素を簡単に定義できます。外側の端では平坦化ツールを使用しイヤホンのジオメトリに対してエッジをフラットにします。耳のメッシュ形状と比較すると作成した T スプライの形状は非常によくフィットしています。 続けてスカルプト環境の変換ツールを用いて、プラスチックイヤホンハウジングから別のフェイスを変換します。このフェイスを先ほど作成した形状とつなげます。先ほどのサーフェスは最初に8つのフェイスに分割した後、エッジを挿入を使用してさらに細分化したことを思い出し、今回は最初に9分割にします。不要なジオメトリを削除して整えたら、 ブリッジを使用して、2つのボディをつなげた素晴らしいデザインが作成されます。最後に、同じテクニックを使用して、内部ソリッド面を変換して、2つのエッジの間につながりを持つようにジオメトリを編集します。 このようにメッシュとソリッドジオメトリにフィットするサーフェスを短時間で作成することができます次はジオメトリに厚みをつけてスカルプト環境の形状からイヤホンを完成させましょうこれを行うには修正メニューの厚みを使用しますこのツールを使用してこのシェルに一応の厚みを与えます代わりに作成したいモデルによって全てのジオメトリにパッチを当て トーイングシェルとして作成する方法もあります今回の方法では閉じたフォームを使用して変換ツールを最後に使用することもできます自己交差している面がないかチェックしながら T スプラインをソリッドボディに変換しますスカルプト環境では 自己交差する面がスムーズモードでは特に見づらいこともあります。ソリッドに変換できなかった時は、ボックスモードに切り替え自己交差するフェイスを見つけて、編集、削除、修正することができます。このレッスンでは、ジオメトリをスカルプト環境で変換し、 プルを使用して T スプラインの頂点をボディに貼り付けることにフォーカスを当てて紹介しました。このテクニックと以前に説明したスキルを組み合わせることでスカルプト環境でジオメトリを作成、調整、生成することができます。